ほら永田、今日の視点はアトラスガンダム。この機体はね、永田が選ぶエクバ2の中で触ってて面白い機体ナンバーワンに輝くくらい、それくらいね、俺が推してる機体なんですよね。強い弱いじゃなくてね、本当に触っててガチャガチャ動かしてて面白い。やっぱね、マキオンのサブからジャンプ派生が出るようになった修正は神だったんやなって。そんな今回のアトラスガンダムくんですが、この機体といえばね、ジャンプ派生だけども、まあ今までね、なんだかんだエクバ2で2個くらい出したのかな、アトラスの動画は。まあだからね、その説明はもう腐るほどしたというわけで、この機体はね、それ以外にも注目していただきたいところがございまして、それが特殊射撃のダッシュからキャンセルする格闘ですね。それもね、一つ前のアトラス動画のところで少しは説明したんですけども、まあ、これがね、やっぱり強いというか、まあゲームやってる人に分かりやすく言うと、ミラコロ格闘みたいなね、驚異的な伸びを見せて、いつの間にかこいつ格闘戦もやれるようになっちゃってて、だから今回の視点は、隙あらばそのダッシュ格闘を狙っていくぜみたいな視点をピックアップしてきましたので、お楽しみいただけたら幸いです。では対戦に声入れていきましょう。さて、覚醒したトールギスに追われて、ジャンプ派生で逃げようとするがヒートロッドに食われてしまった。ダメージを食らってしまったものの、体力調整には問題ない。レールガンをばらまいてトールギスにダメージを与えて相方の援護をしていく。ここで相方が X 魔王のハイパーサテライトキャノンをもらって落ちてしまった。あれは前格闘の射撃派生かな。こちらは E 覚醒でしっかり被害は最小限に抑えて X 魔王と軽いお見合いになっていくか。この気まずい読み合いの中、サブ射撃を刺していって、そこからレールガンでしっかり追撃。相方が覚醒する中、こちらは特殊からの格闘キャンセル、後ろ格闘派生の中、相方の素晴らしい誤射で敵からカットされることなくダウンすることができた。いいですね。このまま手堅くやっていきたいが、ここで相方が X 魔王のハイパーサテライトキャノンでかなりの痛手を負ってしまったので、このアトラスがしっかり前に出る必要性が出てきた。特殊からの格闘派生、なんとか欲張ろうとするがカットされてしまって、しかしここは射撃チャージのレールガンですね、最大出力が X 魔王に当たって終了ですね。やっぱりレールガンのデザインは漫画版よか OVA とかね、このゲームの方のデザインの方が好きなんですが、皆さんはいかがでしょうか。さあ2戦目、お相手トールギス3とアストレイゴールドフレーム天津美奈ですね。やっていきましょう。今回は横に珍しく2500コストを置いた25コスペアですね。さて、開幕は天津美奈とのお見合いですね。まあ、あのキャラはね、赤ロックに入られたらもうすでに格闘範囲と思った方がいいので、まさに本家のミラコロ格闘ですね。さて、どうしたものか。こちら特殊から格闘派生をしようとしたが、本家のミラコロ格闘には勝てなかった。ダウンさせられてしまって、一度距離を取りたいが天津美奈に上を取られて、もう一度格闘派生でやられてしまったと。いや、本当に恐ろしい機体だな。今度はこちらが前格闘を入れて後ろ格闘派生、ちょっとビビったが爆発する前にサブ射撃で締めた。相方に合わせてこちら前突角からのしっかりカット体勢はバッチリ意識して距離を取りたい。あの機体からはね、ずっと距離を取りたいぐらいなんですが、まあそれもうまくいかず、相方にミラコロ格闘を入れられているところをしっかり E 格闘で抜けてもらって、 E 覚醒で抜けてもらって、ここからね、お互い両方減るのは良くないので、ジャンプ派生で避けて、まあ、どちらか先に食らった方が落ちていきたいですね。さて、ジャンプ派生のムーブでやっていきたいが、この後ろ格闘はいらなかったか、少し用心しすぎたか。そんなわけで、アトラスが先落ちを譲ってもらう。こちら、M 覚醒を吐いてメインからサブ、そしてダメ押しの覚醒技ですね、グルービーデュエル。レールガン、そこからコムサイ切りでフィニッシュ。かっこいいカットインも入ったが、うっとりしてる間もなく、おっと、前角の2段目がすごい巻き込み方をしたが、結果的に落とされて相方先落ちの流れにはならなかったが、がここで落ちてしまったジオ。さて、どうしたものか。いいですね、特殊からの格闘派生がすごい伸び、ちゃんとカット体勢も考えてジャンプ派生ムーブで向こうのヒートロッドを誘ってカウンターしてみるが、特にそんなことはなく、しかし前特格上へのね、攻撃が非常に強いんですよ、この前特殊格闘。それがうまく噛み合って天津美奈を落とすことができた。アトラスにしてはね、結構珍しく押せ押せイケイケな、そんな試合展開でしたね。それでは3戦目、お相手ヤークトアルケードゴールドスモーですね。3025号対決。そういえばこの機体のね、ジャンプ派生には誘導斬り効果がね、備わってることはみんなご存知でしょうが、
つい最近私がアップした、まあ、誘導切りも込みでね、そこら辺の回避テクニックをがっつり解説してる動画がありますので、それを見たらさらにこのアトラスのね使い方というか、このジャンプ派生の生かし方みたいなのが見えてくるんじゃないでしょうか。しっかり他の動画の宣伝もしていく動画投稿者の鏡。そんなわけで対戦に戻りまして、ジャンプ派生を繰り返して相手との距離感を調節していく。ここでステルスフィールドが張られたので一時退却。まあ、と言っても張っても張られなくてもゴールドスモーにはねそんなに近づきたくないので、こんな感じで膠着状態が続くが、相方が減ってきたので少しだけ前に出て行ってあげたいが、3025のね抵抗としてある以上そんなに変なダメージは食らえないので、まあ、どうしても慎重にならざるを得ないというか、ここで GN ランチャーに少しビビって退却。相方がね覚醒吐くのを待って、まあ、そこから一緒に攻める感じが、アサルトライフルをゴールドスモーに当ててしっかりダウンを取っていくと、あのマシンがね地味にダウン値が高いんですよね。まあ、だから今みたいな少ないブースト量でもダウン取れたりするんで、まあいいんですけど。さてオーバーヒートになってしまったが、ジャンプ派生を駆使してなんとか助かっていくと、さてヤクトアルケを下に捉えて横特殊格闘、そっから後ろ格闘派生、グラブロぶっ刺しで落としてから、そのまんまの流れでゴールドスモーに行きたかったが、いろいろと阻まれてしまった。横特殊使えばよかったかな。しかし十分仕事はしたので、ここは相方が落ちるまでこの体力を維持しておきたいですね。ヤクトアルケが覚醒を吐いてゴールドスモーには横サブ一発当てて足を止めると、ここは射撃シース当たらなかった。ヤークトが来てなんとかガードして、あと少しでE覚醒が溜まりそうなのでしっかり吐いておきたい。 GN ミサイル当たってしまった。味を占めた横特殊格闘2度目はなかった。相方が少し減ってきましたね。ここはアサルトライフルを巻きつつ E 覚醒を吐いて、ヤクトアルケとのオバヒ合戦、なかなかダウンが取れないが、相方のメガキャノンが手伝ってくれて、とりあえずヤクトアルケにダメージを与えることはできた。ここからねゴールドスモを落としていきたいがなかなか捕まらない。こっちのねアトラスもここからダメージ受けたくないので、まあ、ちょっと微妙、さらに微妙な距離感が続いていく。横サブそしてジャンプ派生を駆使しながらなんとかやっていきたいが、オーバーヒートになってしまった。スカートをもらうが、ここは格闘を返してゴーグルスモを落とすが、相方の体力がちょっとまずい。少しお邪魔をしてなんとか相方を助けに行ってあげたいですね。特殊から行くが相方のヒートロッドに巻き込まれてしまった。ダウン、そこからヤークトアルケ前角で拾われてしまって、まあ、こっちが食らう分には全然いいんですけどね。早く相方に追いついてあげたいところで、トールギス3がヒートロッドでヤークトアルケを倒して終了ですね。そんなわけで本日ラストの対戦ですね。お相手ナイトガンダムとダブルオークアンタ。対ナイトはね、後ろ特殊に実弾が消されること、まあ、そこを意識して立ち回っていきたいですね。とりあえず開幕は申し訳程度にラインを上げるが、相方のトールギスがナイトの攻撃に引っかかっているので、こちらはクワンタと少しだけお見合いしつつ、相方が動かしてくれたナイトにレールガンを一発だけ当てておくと、ここから逃げていく緑ロックのね特殊、まあ、スピードもさることながら非常に便利ですね。素晴らしい。ここはしっかりレールガンを3発当ててダウンを取ってから、お相手のナイトの解放が終わったので、ではこちら一緒にクワンタ攻めていきたい。クワンタのシールドビットをもろとも剥がしていって、最終的にはアサルトライフル、そしてトールギスのメガキャノンでダメージを取っていくと、ここでナイトガンダムが近くにいたので少しだけジャンプ派生、そして再びジャンプ派生でクワンタのハルートもかわしていく。こちらは見られていないのでサブのレールガンからアサルトライフルでダウンを取っていって、コツコツとダメージが溜まっていってる感じ。そしてここは前特殊読みのカウンター、そして N 後ろ派生ですね。まあ、これ前の修正の時にダメージが当たってて、今のコンボで普通に270くらい飛んでった気がする。さすがにここは無理だったが、アサルトライフルはシールドビットに弾かれてしまって、でかいダメージを食らう前に相方がカットしてくれた感じですね。ここも相方のおかげで助かって、アサルトライフルさすがにこれは当たらなかったが、あれは何が強い球なんだろうな。横の誘導もね時々あまりしない時があって、弾速が優秀。いや正直ね、このアサルトライフルちょっと強いのは分かるんだけどね、一体どこがちょっと強いのか分からず使ってる、ちょっとガンダム勢の良くないとこですね。さて F 覚醒のクワンタに追われるが、相方の神カット非常にありがたい。弾を拾ったのでここからどう動こうかと考えてたら、そのまま相方がナイトガンダムに詰めて終わらせてくれましたね。後半は完全に相方ゲーでしたね。ありがてえありがてえ。そんな感じのアトラスガンダムいかがだったでしょうか。
やっぱりね、前回の修正でその機動力も上がってサブが3発になって、それでね、今回ピックアップした特殊からの格闘派生で、まあ、格闘を差し込むなんてこともできて、やっぱ面白いんだよなこの機体。外見も好みだし、あまりにも最高。あとはね、早く新しい OVA 劇場で見たいなって感じですね。それでは今回はここら辺でおいとまさせていただきましょう。ご視聴お疲れ様でした。次回の長田にもご期待ください。